はい、今回使う、道具たち、まず容器、あと乾電池ホルダーね、リード線付きで、ワニ口クリップ、こんなの、あとはこれですね。これがメッキ溶液を作るのに使う、100均で売ってるナイスってやつ、これを希釈して使います。まあ、あと軽量カップで、今回ニッケルメッキをするんですけど、いろいろね探したらダイソーのね、このおもちゃの手錠、これ、鉄製で、見えるかな、鉄製で、ね、ニッケルメッキって書いてあるんですよ、表面が。なんかこれのニッケルを溶かして、こっちの、ワイヤーホルダーに、定着させると。で、これは塗装を剥いで、結構表面、細い番手で、まあ、なるべくこのね、削ってる、なんていうんですかね、このヤスリ目が消えるまでやればいいんですけど、ちょっと粗いですけど、まあ、どんなになるかちょっとやってみようと思って。粗い仕上げにしてます。この辺はね、若干塗装が残ってるんで、まあ、この辺どういう風になるのかなと思って、まあ、実験ですね。で、今回はね、ニッケルメッキを一応やるんですけど、ニッケルはどうやら先に、銅メッキをね、薄くかけるといいらしいので、銅線あったんでね、銅線をちょっと使って、軽く、ニッケルメッキの下地を入れる予定です。マイナス側が、メッキをかけたいものをぶら下げると。で、こっち側には、こういうステンレスの針金でこの辺にね、吊る予定です。こんな感じ。よし、こんな感じですね。で、あとここにワニ口、プラスか、プラス挟んで、こっちにマイナス挟んで、こいつを希釈した溶液を入れたら、反応が始まると。だいたいね、40分前後ぐらいで最初一発目できるっぽいんですけど、どうなんですかね。あと、ニッケルの時は、これと水の割合が3対1、こっちが1に対して、水が3、他のやつの時は1対4ぐらいがいいらしいです。で、初めは銅なんで、とりあえずこいつを1に対して4、水4の割合で、溶液を作るってことですね。ではやってみましょう。セット完了しまして、今ね、マイナスはつなぎました。あとね、銅の方プラスつないで、もうこれつなぎ出したら反応が始まるはずなんで、あ、そう、それでマイナス側は溶剤にね、このクリップ、使ってもいいんですけど、プラス側はつけないでください。あの、このクリップとかのメッキが剥げて、こっちのね、部品の方に溶着しようとしちゃうんで、クリッププラス側は溶剤につけないようにしてください。ではいきます。お、おお、速攻泡が泡出てきた。これで今反応が始まってるんで、
40分ぐらいちょっとね、こんな感じにしてみたいと思います。さあ今ね、何分ぐらい経ったかな、40、50、まあ1時間ぐらい経ちました。下地のね、銅メッキがどんな感じになってんのかちょっと見てみますよ。でん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 、おおおお、あ、めちゃめちゃかかってる、すごっ、うわ、すごっ、見て見て、おお、めっちゃかかってるすげえ、こんなかかるの、うわ、すごっ、うわ、でも磨きが甘いところは汚いな。ほら、10円玉、うわ、すげえ、あ、でもあれっすね、こう乗り切らない、メッキが、銅メッキが乗り切らないとことかがあるから、こう拭くとね、薄くなる、乗り切らないとか、なんか定着しない銅が表面についてるから、あ、でもすごい、ほら、うわー、感動。これでもね、もう結構ね、下地をだいぶもう、気違い的に磨かないと、製品みたいななんないっすね、やっぱね。道具が、磨き道具がいるな。ほら、こういうとことかさ。こういうとことかちょっと残るからね。あ、でも、なんか、古めかしいカスタムにはいいんじゃないか。わ、すご。わ、思ったよりかかるな。なのでね、この状態にして、こっから、ニッケルをかけるんですけど、さっきもちょっと紹介したけど、ニッケルはね、このダイソーのおもちゃ手錠を使うんですけど、どんぐらい必要かわかんないから、4つぐらいね、俺買ってきたんだけど、レジの人がね、すごい怪訝な顔してましたね。これ4つ買うやつ、もうなんか何プレイするんだよって話だよね。では、ちょっとね、ニッケルやってみます。今、こっち、ニッケルメッキ用の溶剤を使うんで、手錠を投入します。さあ、ニッケル開始から、1時間ぐらい経ったかな。一回上げてみたいと思います。どんなになるか。あ、まだ赤い。でも若干白くなったかな。あ、赤いね。まだかな。まだだな。つけっぱなしにしますか。何時間ぐらいつければいいんだろう。ね、赤い。全然赤いね。ちょっと。どうなるか。
変えて、手錠を変えて、もう一回やってみますか。もうだいぶ何時間、6時間、7時間つけてんだけどな。あ、でも結構白いのかな。結構白いかも。ちょっと朝飯食ったらもう一回やってみましょう。さらにもう1時間ぐらいやって、だいぶ白っぽくなってんだけど、まだまあ赤い。まあでもなんかこれはこれでピンクゴールドっぽくていいな。もう最後、次で最後にしよっかな。次でラストメッキにしますかね。今最後のメッキ終わって引き上げてね、ちょっと磨いてみました。どう、ほら、おーって感じ。白い、うっすらね、銅メッキが下にいるのが見えるんだけど、だいぶほら銀色っていうか、いい感じになったかな。まあ電圧の関係とかいろいろ温度とかもあんのかもしれないですけど、裏はねほらまだちょっと赤い感じで、いろいろデータ取んないと分かんないけど、とりあえずでもほらどうですか、いい感じ。初めてにしては、まあこれに懲りずですね、次はエアクリーナーボックスをねメッキしてみたいと思いますんで、また今度はちょっとで素材変えようかな。亜鉛メッキとかやってみようかな。こんな感じで、チビバイクのレストアにはすごいいい、手法だと思います。面白いです。では。